どうもー、影やんです。ですね、今週からというか、まあ休みの日ですね、木曜日になるんですけど、休日にですね、なかなかその外食今しにくいこう状況なんでですね、こう家でね、こう食事を楽しむということですね。それで休日はせっかくこう家は出れるんですけども、なかなかこう外食がしにくいということで、こう昼のね、これ食事になるんですけど、夜もね、こういろいろあれやってるんですけども、まあ昼こうラーメンをね、こう作って、ほんでラーメンを楽しもうというふうにこう考えています。ほんでこう動画撮ってるんですけども、で今回こう作ったラーメンがですね、まあラーメン、インスタントの、完全なインスタントの乾麺みたいなやつありますよね、あれじゃなくてですね、生麺で今のところは作っていくという形で、で今日はですね、まるちゃんの中華そば醤油豚骨ですね。まるちゃんの中華そば醤油豚骨、これね、味噌と2つ2種類あってですね、でこうまあできれば毎回こう違う、ラーメンをね、作っていこうかなというふうに考えております。それでですね、ただね、その生ラーメンをこう作ってですね、ほんで酢ラーメンで食べるっていうのはちょっとこう味気ないなということで、今ね、こう野菜を炒めています。野菜炒めですね、ラーメンの上に乗せる野菜炒め。ほんでこの野菜はですね、もうカットされたこう袋でこう100円ぐらいで売ってる野菜ありますよね。何でしたっけ、もやしとかね、キャベツとか人参とかね、その辺がこう入ってる、こうセットになって入ってる野菜を買ってですね、それをこうまあ普通に油で炒めているだけなんですけど、で、ラーメンのそのスープの味があるんで、その今回に関してはですね、味付けをせずに、そのまま炒めただけと、だから油だけですね、油だけをこう使っていくという形にしました。またこう食べていってね、なんか美味しいもんがあればですね、こういろいろこう試していこうと思っていますけども、今回第1回ということでですね、まあすごいオーソドックスなこうものを作っております。でこうまあ、まるちゃんの中華そばの醤油豚骨ですよね、これがまあ1袋と、これ、ね、2食分入ってるんですけども、まあ、1袋と、で、カットされたネギですね、上に乗せるネギと、で、メンマですね、メンマを買いました。で、メンマもまあ100円ぐらいで、1食では全部使い切らないとは思うんですけども、一応それをこう、乗せていくという形にしようかなというふうに思っております。これからね、いろいろとこう、工夫というほどではないですけど、いろいろ試してみてですね、で、美味しい、その家でこう食べれる、こう、ラーメンをね、こういろいろ考えていきたいなというふうに思っております。ただその、ほんまのそのプロみたいにね、こう本格的なものを家で作るっていうのではなくてですね、もうほんまに市販に売ってる、そういう、まあ今のところは生ラーメンですね。生ラーメンにこう、何かをこう乗せる形ですね。で今日もゆで卵を作ろうかなとか思ったんですけども、もう邪魔くさいんで、ゆで卵を作るのはやめました。まあゆで卵がまた、来週ぐらいこう作るかもしれないですけども、今回に関してはですね、もう野菜炒めと、で切ったネギとメンマと、いう形にしようかなというふうに考えております。で、ですね、今まあ作ってる最中になるんですけども、まあ今からこれ作ってる最中にこう食べた感想を言うのもちょっとおかしな話なんですけども、まあどうでしょうかね、この醤油豚骨、まあオーソドックスな、こう、の味かなというふうに思いますね。うん。で、僕はね、今回のこの醤油豚骨は、コスモスですね。ドラッグストアのコスモスで買いました。200円ぐらいやったと思います。だから1食100円ですよね。だから考えたらね、そのカップラーメンでもね、1食こう100円ぐらいするじゃないですか。で、
1食100円するんやったら、どうせやったら生ラーメンやったら2食で200円なんやったら生ラーメン食べた方がうまいんちゃうかなと思って、生ラーメンを買うようにしております。その方が結局得してるような感じ、得っていうか、その同じ100円払うんやったら、それちょっとね、それは作る手間はかかりますけどもね、そんなん別にね、休日の昼のことなんで、それもこれも15分もかからないぐらいでしょ、作るのに。まあまあ10分ぐらいですかね、10分ぐらいのこう時間を使うだけのもんなんでね、これぐらいは手間をかけてね、美味しいものを食べようかなというふうに思っています。でこれからこういろんなね、こう 袋のね、こういう麺をね、こう試していって、どうやろう、これどうやとかいう感じでね、こう見て、これメンマですね、これ100円ぐらいやったんですけど、メンマ売ってあったんで、でこのメンマってね、よくよく考えると、こうラーメンにまあメンマ入ってるんですけども、そのラーメンにメンマこううまいんかなっていうのが、ちょっと当たり前のようにね、ラーメンにメンマ乗せ、ラーメンにはメンマやなと思って買ってたんですけど、そのメンマってこうどこまでそのラーメンの美味しさをこう引き立ててんのかっていうのを考えると、ちょっとこう微妙なところあるかなと思ったりしますね。いや、まあ乗ってるから食べますけど、そんな嫌いやとかそういうのはないですけども、僕もそのご飯でメンマ食べたりするのも別に好きですけども、ラーメンにそのメンマを乗せることが、どこまで必要なんかなと思って、最初にこれ何を考えてメンマを乗せようとこうしはったんかなと思ったりしてますね。結構でも今なんかやと、こうメンマが乗ってるラーメン屋っていうのも結構少なかったりするかなと思うんでね。ということはあまりその必然性があるというものではない。ラーメン屋やったら絶対やっぱメンマを乗せなあかんっていうようなもんでもないのかなと思ったりはこうしてますね。で、まあまあ、だいぶもう出来上がりかかっていますね。俺のやったらええやん。でこれまあ麺こう茹でてですね、こうで最後沸騰させて、そこにこう僕はもう一回水を入れてこう締める感じですね。麺を締める感じにしてます。で麺を締めて、でこうなんていうシコシコ感というか、そういうのがこう出るかなと思ってこうやっております。でまあお湯を沸かしてですね、お湯でこうスープを溶かしてですね、でこう食べるという感じですね。まあ1回目なんでね、こう第1回というか、1回目はまあ丸ちゃんの中華そば醤油豚骨、これを食べさせていただいて、これからこうどういうふうにこういろんなもの買っていこうかなというところですね。これは結構種類がまだまだね、こう食べてないのをどんどんチャレンジしていって、こう食べていこうというふうに考えています。で食べるところは今日は取ってないんですね。もう食べ終わった後に今これ入れ、音声入れてますけども、食べ終わった後になってます。食べ終わったでこれ、ああ先の野菜炒めです。でも野菜炒めやっぱこうええかなと思いましたね。こう、油で炒めてるんで、ね、どこまで健康にいいか分かんないんですけども、やっぱり野菜を上に乗せてこうラーメンを食べると、その野菜が取れていいっていうのもあるんですけども、それよりもね、やっぱうまいですよね。なんかこう油で炒めたものが上に乗ってるってい こうギトギト感がこう美味しいかなと思いますね。だからあまり健康はちょっと度外視してますけどね、こう野菜を乗せて食べる、これが結構うまい。で野菜に味をつけてもいいのかなとも今ちょっと思ったりはしてますけど、どっちが正解なんでしょう。その時の気分によってこう変わるかなと思います。これが出来上がりですね。ちょっと見えにくいですかね、こういう感じになってます。結構こうたっぷりということです。以上です。